どうもこんにちは。ということでですね、前回は、ステンレス製の焼き網、こちらをご紹介したんですけれども、あれが失敗した時用にですね、購入してましたチタン製の焼き網、1枚のチタンでできた焼き網なんですけれども、こちらをご紹介していきたいなと思います。さあ、今から試すのはチタン網ですが、これは結構ね、まあ無理やり乗っけてるような感じかな。サイズはね、やっぱり合ってないですね。前後2センチずつぐらい合ってないかな。で、横は多分2、3センチずつぐらい合ってないかなという感じです。まあ、焚き火台にね、ぴったり合う焼き網っていうのがなかなかないんですけども、その中でもね、前回ご紹介しましたステンレスの焼き網、それと、こちらのチタンの焼き網、これは割とね、サイズ感が近かったので、試してみようかなと思って購入しました。あとはね、焦げつくのがどれぐらいあるのか、焦げつかないのかっていうのもちょっと試してみたいなと思います。どうなんだろう、チタンだから熱の伝導率はあんまり良くないはずなんですが、ちょっとやってみましょう。お、いけそう。なんか割とちゃんといけるもんですね、やっぱりこれ。ただね、この横とかと一緒になんかこうガチッとね、はめ込むことができれば、まあ、動かないので、まあ、動かない工夫をした方がいいかな。今見ていただいて分かったと思うんですが、結構ね、動きます。やっぱりこれも乗せてるだけなんで、結構ね、動きます。なんかまあその辺は工夫次第ですかね。まあ、固定してなければこういう感じで、箸とかで、ね、動かしたりもできるので、まあ、どっちを取るかでしょうね。動かないのはいいのか、それとも動きながら、あえて動かしながら焼くのがいいのか、この辺はね、まあ、好き時期になってくるのかな。お、なんかいい感じ。ただね、焼ける幅がちょっと狭いかな。まあ、この焚き火台自体がちっちゃいっていうのもあるんですが、こうね、大きなステーキを焼いたりとか、あと、まあ、例えば椎茸とか、そういった野菜類を焼いたりするのにいいのかな。さて、それではここにまたクロゼのスパイスいきます。じゃあいただいてみましょう。うん、うまい。はい、ということでですね、焼肉を焼いてみましたけれども、牛肉はですね、特に張り付いたりすることもなく、綺麗に焼くことができました。左右にちょっと余ってる部分がありますので、こういったところにですね、肉を避難できるっていうのもいいところかなと思います。続いてですね、かなり張り付きやすい鶏肉、手羽を焼いていきます。さすがにですね、手羽は張り付きました。めっちゃくっつく。やっぱり張り付くんですけども、まあ、剥がせないことはないので、まあ、手羽も普通に焼けるかなという感じです。なんですが、どうしてもですね、この網がね、ずれていきます。ずれていくので、この辺はね、ちょっと使い方を考えないとなという感じがしてます。で、今回のね、この焼き網なんですが、前回のね、ステンレスの焼き網っていうのは、折りたたみ式っていうこともあって、かなりね、不安定な焼き網でした。で、不安定だったんですが、こちらはですね、1枚のチタンでできてますので、どちらかというとですね、こういった焚き火台の上に使うものというよりかは、普通にね、焚き火とかしてる中でちょっと何か焼きたいといった時に、そのまま焚き火の中に突っ込んだりとかできるものかなと思います。なのでですね、まあ、これが1枚あると焚き火をしている途中にですね、焼き網として使用したりとか、お餅の焚き火台のですね、隅っこの方にでも設置して、端っこの方で料理したりとかですね、そういった楽しみ方ができるものかなと思います。
でやっぱりね、あのチタン製っていうこともあって、お値段は張るんですけども、前回のねステンレスの網よりかは絶対こっちを買った方がいいなという感じはします。やっぱり1枚でできてるので安定感があるっていうことと、キャンプ道具の中にねこれが1つあるとですね、まあちょっとした時に取り出したりとかできるっていう強みがあるんじゃないかなという感じです。で最初にお見せした通りですね、これにはですね専用のケースがついてます。専用のケースがついてるので、まあ、キャンプ道具の隅っこにでも置いとけばですね、すぐ取り出せて使えるのでいいのかなという感じがします。で、やっぱり普通の鉄板を使う方が熱の伝導率とかそういった面でもまあいいはいいと思うんですけども、やっぱりね重たいと思います。そういった重さが嫌な方にはですね、こういったチタン製の網っていうのはかなり軽いので使い勝手という面でも優れてるんじゃないかなという気がします。そしてですね、やっぱり簡単なのがお手入れなんですが、今回はねかなりこびりつきましたけども、マジックリンをかけてだいたい5分ぐらい放置してですね、たわしで軽くこすり落とすとというだけでですね、ある程度きれいになってくれます。でどうしてもねこびりついて残ってしまう汚れに関しては、ステンレスのたわしで軽めにねこすってあげると、これもねきれいに落ちてくれました。で今回使った限りですけれども、反りだったり歪み、そういったものはね特に見られませんでした。まあどうしても使っていくうちにね多少は歪んだりとかするとは思うんですけども、通常のね100均とかで売られてる焼き網とは違って、まあ手入れがすごく簡単っていうことと繰り返し使えるっていうことで、そういった面ではですね、こちらを選ぶっていうのもまあ手は手じゃないかなという感じがします。で今回のね焚き火台シリーズ、だいたいこれで一段落したかなという感じなんですけれども、前回のステンレスの焼き網とこちらのチタン製の焼き網、こういったものをですね今まで使う機会がなかったので、初めてこういったものを使うことができてですね、いい勉強になったなという感じがします。焚き火台がね1890円のものなんですが、ステンレスの焼き網とこちらのチタン製の焼き網を合わせてだいたいね4000円ぐらいかかってます。4000円ぐらいかかってるので、安い焚き火台を買った割にはですね本末転倒な気もするんですけども、まあたまにはですねこういったものを手に入れて遊んでみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。ということで今回は、チタン製の焼き網、こちらをご紹介してみました。焚き火をする頻度の高い方なんかはですね、こういった焼き網が一つあるとまあいろいろ遊べるのかなという感じがしますので、気になった方はですねぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは